コーナーより池丸のりおの入場です。本日の第一試合30分一本勝負赤コーナーバービック青コーナーいきまるのりおレフリーレッグシーザーかな。でもしっかりと待ってまいりましたが、本日のオープニングマッチ第1試合、このゴングが鳴り響きました。バーベッキュー、バーベッキュー、バーベッキュー、はい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 、のバーベッキュー選手がですね、今ホールを要求してますよね。まあいつものことですね。ああ、そうっすか。さあ対するリッキーマルノリオ選手ですか。私リッキーマルノリオ選手は初めてなんですよね。昨日は初めてこっちに疲れぞ。あ、福岡出身ですか。そうなんですね。なんでしょうか、動きが素晴らしいと思うんですね。一つ一つのが意外とこう、キビキビしますね。バービキュー、バービキュー、バービキュー、そうですね。さあ、バービー選手、すでにイエローレバトルでおなじみの選手になってきましたね。そうですね、かなり有名ですよね。逃がさない、逃がさない、逃がさない、どちらかというとラフファイターだったんでしょうかね。そうですね、ラフアンドパワーですよね。なるほど、おっと、うまく切り替えましたね。はい、おりゃー、いくらー、おー、うまい、お互い手の位置をまだ進出してないということでしょうか。あー、全然ないね、まだ静かな、しまれ、しまれ、おい、第一試合ですからね、どうしよう。あバービック選手、手探り合いですね。今、バービック選手が今、リッキーマルの選手の膝を手でしょうか。そうですね。早くギブアップしろ。まだ早い、早い。調節といいますか、動きを止める作戦でしょうかね。そうですね。バービック選手が行きます。試合出てたみたいですね。そういうのが膝が痛かったらしいんですよ。だから今日もなんかあんまりコンディション良くないという話なんですよね。ただそういうね、雰囲気ないですよね。そうですね、いい動き見せてますね。それを隠すのがプロレスですからね。言ったらもう攻められちゃいますからね。言っちゃいましたね。言いましたね。さあ、おっと、バービーがおっと、ゲームマスターの体勢ですか。意外と呼んで待ってますよね。絶対、ね、逆に投げられちゃうよねっていうようなね。そうですね。ぶっ飛んできましたね。綺麗なブレバスターでしたね。あ、まずは記者を持ってます。綺麗なブレバスターリング中央、いけいけ、ボイバスやったね、いけ、もっとダブルアウト成功しろよ、投げられて、また3発、アメリカンスタイルですね。そうですね、さあ、カンタツダブルアームサプレックス、リキマルノリオ、聞いてるよ、聞いてるよ、ここは大きいの欲しいですね、やっぱり、ね、体が体が出て、さあ、ロープレフテリキマルノリオ、
ボディスタンスですね。ボディスタンスですね。ルーティーズが使ったわけですね。懐かしいですね。うわー、全体上のセットバトラブ。うわー、反突。うわ、惜しいですね。いやー、ボディスタンス。大勢乗ってましたね。乗ってましたよね。おっと、当たり前ですやって。欲しいわ。ガッツ。欲しいわ。選手欲しいわ。選手選手じゃないや。さんが好きなんですよ。もう一つまですからね。レスリー星野秋好きなのか。さあ、バディか。おお。ガッツ。あ、勝利ですね。パワーありますね。そうですね。欲しいですね。そうですね。さあ、バービックもちょっとかなり自爆してる。これなんだか、オリジナルの技ですね。逆落としに近いですね。まあ、首の後ろのね、写真が。さあ、後ろに追い上げて。さあ、力丸の横一気に。そうですね。終わった君は余裕ですね。ツーで起こしましたね、自ら。バービック舐められてるぞ。バカにされてるぞ、帰ってよ。ホップですからね。おい、おっそー、綺麗なサーブ。5分55秒、5分55秒前が止めて1-0ヨリオの勝利です。綺麗なサーブですね。綺麗でしたね。まず技の名前出ませんでしたよね。あ、ただね、バービックも良かったですよね。そうですね。まあ、コスカラさんはやっぱり天下一品でしたからね。さあ、本日第1試合は力丸のりお選手が見事勝利を収めました。